鹿島秀丸鹿島秀丸から1932年3月27日は、日本の武士、明治期の政治家、ジャーナリスト、実業家。訓四等曲実小受賞。大見国水口に、医師・大村淳道の次男として生まれた。幕末には、徳島藩寺鹿島家の養子となり、徳島藩に仕えた。 明治維新後稲田騒動に巻き込まれて、繁殖を去った後、上京して、慶応義塾に学ぶ。神戸新報を立ち上げる。木山語、教育、新聞出版事業に携わるとともに、立憲会新党に参加して、兵庫県の自由民権運動の中心的存在となっていった。また、明治10年代、慶応義塾関係者が多かった。 神戸の政財界に深く関与し、兵庫県会議員、同副議長などを務め、明治23年7月の第1回衆議院議員総選挙では、神戸から当選して国会議員となった。その後も、対象期に至るまで合計8回当選、兵庫県を代表する国会議員として活躍した。多くの会社の設立に関わり、市鉄道問題に参画して、 近代鉄道の整備にも尽力、神戸市の水道施設にもかなり努力しており、神戸の近代都市化への貢献は大きいものがある。明治40年、日露戦争の行により、訓四等。ありがとうございます。